星空が心の中洗ってくれる。ドリーハウスだけどオンリーラブ、満たされてるんだ。ムービーオン、君がいれば私は自然愛を楽しめるんだ。
キッズです。本日はケイトライチにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。はい、高校2年生16歳のあゆかです。高校1年生16歳リーダーになりましたことのです。中学1年生新メンバーのひなです。ここからですね、早速もう企画に入りたいんですが、いきますよ、いいですか。はい。今月の終わりに糸島で大きなお祭りがあるのを皆さんご存知ですか。わかるかな、琴乃ちゃんとひなちゃんは。もちろん、ね、それはね、やっぱり、ね、皆さんわかりますか。もう大々ヒントとね、9月30日と10月1日にね、もうわかりますよね、皆さん本当にわかってますか。じゃあ、いきますよ。せーの、ラビーズの糸島まるごと案内第5弾、イエーイ。今回は第7回糸島市民祭りの魅力について紹介したいと思います。紹介をする前に、糸島市民祭りに一度でも行ったことあるよって方いらっしゃいますか。いたら手挙げてほしいです。あ、いらっしゃいますね。意外と多いね。ねえ、よかったよかった。じゃあ、ラビッツのステージ見たよって方いらっしゃいますか。あ、お、いっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はまだ行ったことない方もいらっしゃるので、この紹介が終わる頃には、今年の市民祭りはみんなで行って楽しもうというようになるように、たくさんの魅力を紹介していきたいと思います。魅力を紹介する前に、ひなちゃん、市民祭りの会場を教えてください。はい、会場は糸島市交流プラザ島会、島館前ね。あ、はい。島会前、島館前、島館前で開催されます。はい、ありがとうございます。じゃあ次に、琴乃ちゃん、糸島市民祭りの大まかな時間を教えてください。はい、9月30日は9時40分から開会式で、4時に終わります。10月1日は10時から始まって4時半に終わる予定です。なんと、筑前前原駅の北口から会場まで送迎バスが出ていますので、どうぞご利用ください。片道240円です。今年はね、お金がね、かかるもんね。ね、前まで、去年までは無料だったんですけどね、無料のシャトルバスがあったんですがね、今年はね、ちょっと ね、お金が。そしてステージを盛り上げる今年の豪華ゲストを紹介します。9月30日の司会は原直子さんです。そして10月1日の司会は深瀬知世さんと岡本明さんです。そしてもう一人、もう一組ゲストがいるんですけど、皆さんわかりますか。ここにね、載ってますね。一応載ってますよ。皆さんわかりますか。わかるかな。わかんかな、難しいかな。ダブルケンね。そうね。じゃあ、琴乃ちゃん、正解っていうかな、言ってください。正解は、女子は PR 隊ラビッツです。皆さん知ってました。ありがとうございます。今年もね、ステージにね、立たせてもらえて本当に嬉しいです。じゃあ、ここからは一つずつの魅力を紹介していきたいと思います。せーの、魅力その1、糸島グルメグランプリです。あなたの一票が糸島のナンバーワンを決めます。科学は B 級、味覚は A 級、他の呼び方で糸島ナンバーワンを略して I1 と呼ぶこともあるそうです。ここでは糸島の食材を使ったアイデアグルメがたくさん集結しています。なんと21組の
お店が出店されるそうです。すごいですよね。21組ってね、結構多いよ、偉い。いっぱいね、食べ物が。あとですね、グルメグランプリに出店されている食べ物は現金では購入できないので、そこを気をつけてください。そうなんです。チケット制になってて5枚組500円で購入することができます。2日間とも9時半から販売開始されますので、ぜひチケット売り場に並んでください。お願いします。そのチケットはビールやドリンクコーナーにも使えるので、お得ですね。食べ物だけじゃないけどね、飲み物も。で、最後にチケットが余ったら何だっけ、チケットが余ったら、今年からできたのかな、わかんないけど、なんか5年前から、去年からなんかできたそうなんですけど、1回ガラガラ引く引きができます、ね、そうで、糸島の美味しいものが当たって、でも商品がなくなり次第終了なので、ちょっと早めにお願いします。もしね、チケットが余って、もうなんか去年とか10枚入りだったじゃないですか、チケットが10枚1000円とかで、結構余ったりしたのを私もいとこからもらったりしてたんですけど、それも余って結局ね、もったいないってなってたんですけど、去年から ね、その福引きのそういうのができて、余ってもなんかね、糸島の食べ物がもらえるってことなんで、すごいいいですよね。買えますもんね、ちゃんと食べれるし、はい、それではね、まだまだたくさんの糸島グルメがあるので、ぜひ皆さんも食べてくださいね。それでは次行きたいと思います。せーの、魅力その2、27時間連続餅つき大会、つきたて糸島米の美味しいお餅、青年団の方が9月30日の朝9時から10時1日の正午まで寝ずに餅をついてくれます。糸島米を作っているのでとっても美味しいです。特につきたてのお餅は特にとても甘くて何もつけないで食べれますよ。そして私たちも毎年餅つきや売り子をしたり、少しお手伝いをさせてもらってますので、直接私たちから買うこともできるので、ぜひ買ってください。お餅は2個100円、5個、10個、1000、ん ?2 個100円、10個500円だった気がします。本当に ね、安いし、すごく美味しいのでね、ぜひ買ってください。ね、最後にフィナーレで餅巻きを行うので、もしね、お餅がやっぱ売り切れてしまったりして、あ、1個も食べれなかったってなる人もいると思うんで、フィナーレの時に運が良かったら餅がね、たくさん飛んでくると思うんで、それをいっぱいキャッチしてください、はい、そしてなんか私のいとこが言ってたんですけど、餅投げする時ってみんな上を取ろうとするじゃないですか。でもそれは直接やっぱ取れないじゃないですか、だけん上を見るより下を、床を見てもう行動した方がいいって言ってました。やっぱね、みんな落としていっぱい床に落ちてるんで、それを取ったって去年いとこやってましたね。それで30個以上は取れたって言ってました。すごいよね。だけん皆さん下を向いて取ってください。糸島は田舎だけど、田舎だからこそ美味しいものが、美味しいお米が取れて、とても素敵な場所だと思います。ぜひ糸島のお米をいつでも食べてください。本当に甘くて美味しいですよ、ね、実はですね、私のおばあちゃん、おじいちゃんはお米を作ってるんですよ、農業してて。で、私も毎日ね、お米を、その作ったおばあちゃんたちのお米を食べてるんですけど、本当にね、すっごい甘くて美味しいです。ぜひ糸島のお米食べてください。それでは次に行きたいと思います。ミラクルその3、床も物産展、
あら、あ、これか。糸島の海の幸や八女の幸、手作り工房など約 50ブースがたくさん揃っています。糸島の物産店が、物産品がぎゅっと密集しているので、きっとお気に入りのものが見つかるはずです。ぜひ物産展に立ち寄ってみてください。去年は、今年もそうなのかな、去年はあのステージあって、左側がグルメグランプリの場所で、右側が物産展だったんですけど、なんか食べ物がね、メロンパンとかたこ焼きとかアイスとかジェラートとか、そういう多分そこかな、物産展はね、すごいね、そうそうそう、もういろんな食べ物があって美味しかったです。次行きましょうか。せーの、魅力その4、フリー予想の花火大会。糸島の夜空が色とりどりに輝きます。会場はそのままカフリ漁港広場です。4時半から各団体のステージが開始します。そして花火は7時半から、なんと約4000発の打ち上げ花火と仕掛け花火があるので、ぜひ見てください。4000発ってね、すごいよね。1時間ぐらいかな、約時間はね、花火の時間。その中でも注目は、曲と合わせて次々と花火が打ち上げられて、糸島の夜空がキラキラと色とりどりに輝くところです。これ本当にとても感動します。去年もね、なんかみんなが知ってる曲がね、そうそうそう、いっぱい流れて、それでもうすごいうわーってなりました。ずっと動画やってましたね、みたいに ね、めっちゃ綺麗でした。そして大切な、あ、当日雨になってしまった場合は10月1日に花火大会があるそうです。そして大切なことがあるんですけど、花火会場には駐車場がありません。なのでかぐり小学校と空調技研工業と JA アグリの駐車場をご利用ください。電車で来られる場合は、先ほどご案内しましたが、シャトルバスを、じゃない、と送迎バスをご利用ください。片道280円です。そして JA アグリと花火会場までの往復送迎バスも片道200円でありますよ。お金を払ってでも見る価値がある一番の花火大会なので、今年の花火大会に一度も行けなかった方も、いろんな花火大会に行かれた方は、今年の花火の見納めにぜひお越しください。お願いします。お願いします。最後にラビッツのステージ出演時間を お伝えします。はい、9月30日土曜日はメインステージで11時半からあります。夜の花火会場のステージは18時5分から6時5分からあります。で、10月1日の日曜日はメインステージで11時55分からと3時45分からの2回あります。もう一度繰り返します。9月30日土曜日はメインステージで11時半からあります。夜の花火大会のステージは6時5分からです。10月1日日曜日はメインステージで11時55分からと3時45分からの2回あります。ぜひお越しください。お願いします。ステージがね、約4回あるんで、皆さん全部見に来てください。お願いします。私はラビッツに入って今年で4回目の市民祭りになるんですが、毎年ステージ上で重大発表をしたのを覚えてますか？重大発表っていうのかな、なんかね、うん、なんかすごいサプライズ、ん、なんかそんな感じのサプライズやね、サプライズかなあったんですけど、2期生のアミさんの卒業や新曲の発表など、新衣装のお披露目とか、そういうのがね、ありました。なんと今年は、でもいいんですかね、どうやろ
まだやない、当日のお楽しみやね。よかも、え、朝ディスも見ていただいた方はもうお気づきだと思うんですが、見たことない子が映ってたの分かりませんでした？皆さん、私もね、あのツイッターに動画を載せたんですけど、見てくれた方いらっしゃいますか？メンバーがね、ちょっとね、なんか見たことない方映ってましたよね。皆さん見ました？見てないですかね。でもね、市民祭りのその発表市民祭りでは、新しいメンバーのお披露目、お披露目で、なんとね、6星がデビューステージになるんです。イエーイ。ひなちゃんもね、6星やけどね、なんとね、他にもね、まだメンバーがね、はい、今頑張って練習してるんで、ぜひ皆さん来週の市民祭り絶対来てください。お願いします。お願いします。で、ここでなんですけど、今年もね、去年もやったんですけど、今年も皆さんにグルメグランプリの出展者の1位を予想していただきたいと思っているんですが、こういうのってまだもらってないですかね。もらってないですか。投票の紙ですね。あ、多分あっちに、あちらです。あの紙をですね、後でね、もらっていただいて、去年もね、しましたよね。確かメンチカツやったっけ。あ、確かね、去年は1位になりましたもんね。今年もね、その、いや違うって、カレーか、カレー、カレーって、カレーか1位にね、なりましたね。見事予想、あれに予想ここ書いてもらうんですが、見事予想が当たった方は、抽選1名様の方に食欲の秋糸島の美味しいものをプレゼントします。はい、投票結果の発表は10月22日の軽トラジにて行います。グランプリを当てた方が投票の対象となりますので、ぜひ軽トラ1にお越しください。お越しにならない場合は当選の対象外になります。注意ですよ皆さん、絶対これ書いて、もし当たっとうと思ったら来てくださいね。じゃあ琴乃ちゃん、なんかその市民祭りのグルメグランプリでなんか美味しそうやなと思ったのとかある？ね、鶏飯。鶏飯、鶏美味しそうやない？どんなのかな、見たことないもん。焼き飯みたいな、はいな、分からん。ひなちゃんは何かある？糸島メンマラーメンですかね。メンマラーメンマって何だ？メンマが分からんの、メンマ。硬いやつ、平べったい、すねみたいな、多分そうかも。メンマ、ちょっと調べてみます。はい、メンマ、ね、私はね、メンチカツやった ね、 去年食べたんですよ。めっちゃ行列並んでて、ですっごくね、美味しかったんでね、今年もね、食べたいです。いっぱい食べたね。ね、じゃあもうここでもう紹介を終わりたいと思います。最後までありがとうございました。ありがとうございました。それでは次は2曲続けて聴いてください。どうぞ。
しさをそうください。ここに来てと僕に言って、夢の世界へ連れて行って、ねえ行こう行こう行こう、急いで どれだけ知ってるかクイズの第2弾をしたいと思います。イエーイ。第9回軽トラジオの時に1期生と2期生がしてましたよね、確か。そう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 、それの第2弾で、はい、今日はね、ことについてのちょっとクイズを出そうと思っていいですか？はい、ルール説明をお願いします。何やったっけな。その問題を私が出して、2人にその回答を書いてもらって、その2人の回答がなるべく合うように、でも、はい、その正解に近いように、正解になるように解いてもらうっていうゲームです。はい、それではいいですか？はい、 OK です。3問ね。はい、めくってめくって。OK じゃあこれ、あやかちゃんわかるかもね。あら、いい？じゃあ第1問、でん、ことの平均起床時間は何時でしょう？え、わからんよ、その、あー、わかるやろ。あやかちゃん、学校の日でいいんかな。うん、そんぐらい。オッケー、いいよ。休みの姫でもいいよ。あ、わかるよ。わかると？でっかく書くとよね。そうそう、大きく書いてね。え、ちょっと待って、起床時間って朝起きる時間ってことよ。起きる時間。そっから。え、朝起きる時間よね。うん、そうよ。オッケー。寝るときは就寝って言うとよ。あ、そっか。朝は、しっかり多分、あっとると思う。よく言うもんね、朝、あーって LINE 来るもん。寝坊した時やろ。そう寝坊するんだ。たまにね。おあっとるかな。おこれ何時やったっけな。自分だからっていうね。OK? OK です。ひなちゃん、OK かな。オッケーです。オッケー、いくよ。じゃあ、はい、正解を見せてください。せーの、じゃん。あら、あやか、7時50分です。いつも遅刻するけん、朝。違う？いや、ちょっと違う。え？ひらちゃん6時半、早いね。早いね。あら、起きれない、そんな。ことじゃいつも何時の起きようと？え？いや、目が覚める時間が6時か6時半で、ちゃんと起きるのが7時か7時半。これは？それは寝坊した日の起きる時間。あ、あと寝坊した日の起きる時間がダメだった。
まあでもね、正解ということで、うん、そうね2人の答えも合わせてよ、頑張って。そうね、全然合ってないね、1時間もずれと。じゃあ、いくよ。はい、じゃあ第2番充電。好きなお弁当の具材は何でしょう。お弁当の具材。具材？うん、え、待って、具材やけん、なんか卵焼きとかさ、入っとやん、いろいろ。そんな知らんし、食べたことないやん、お弁当。食べたことないし。え、なんで。え、定番のやつでいいよ。定番か。うん、そうそう。え、皆さん何と思いますか。たくさんたくさんいいの。あー、似合う。卵っぽい。小学校から作ってない、それは。え、何回な。卵焼き。あー、味によるね。なんで好きと。え、何回のね。あ、もうこれかな。わからんじゃない、あゆかちゃん。おー、ひなちゃんいいね、そこ。ちょ、定番のやつよ、定番の。多分、もうこれはみんな好きと思う。何回の。見えた。なんで。うん、オッケーです。なんでしょう。あ、で具材じゃないか。え、具材じゃなかった。ちょっと具材じゃないの、それ。ご飯。じゃあ見せます。うん、せーの、じゃーん。みなちゃんはなんだ。ミートボール。ミートボール。ミートボールで、あやかちゃんがいたしまんの米。お米。ただ米大好きやけど、やろ、肉じゃない。ふんならおにぎりやったら。いや、お弁当ね、あれよ、下のね、お弁当のあれやにだんなったの、うん、あれね、ぎっしりしてね、詰めるもん。ご飯やろ。いや、あやかもご飯満タン。そう、たりちゃん、答えはなんだ。じゃあ答えは、あの、ウインナー。あ、じゃあタコさんウインナー正解ですね。タコさんではないよ。あ、タコさんじゃないのね。タコさんではない。ウインナーか、うん、卵かと思った。ミートボールも好きじゃん。これは米は、うん、好き。好きね、全部好きやんけ。結局そうね。最後いくよ。早いね、もう最後か。うん、そうね。どうぞ。いい、はい、じゃあラスト第3問。でで、これは学校の話です。そう、はい、苦手から少し克服した教科の名前、教科名は何でしょう。そう、国語とか数学とか。あ、多分社会とか。え、理科、英語で、分かった。5教科の中からしよう。じゃあ、オッケー。受験前とかね、あゆかちゃんにずっと言ったね。あー、あと、なんか教えよったもんね。うん、そう、で、分からんかったもん、受験した時。え、嘘やん、意味ないやん。そう、受験勉強の時よりね、下回ったけんね、点数が。やばいやばい。そう、ひなちゃん OK？ あと、あいかちゃんね。 OK！ もうこれしかないやろ。 OK！ じゃあ、回答オープン。せーの、じゃーん。お？お、一緒。どっちも数学？数学、え、違う？あったあった。あー、正解！イエーイ！やっと正解したね、最後。さすがに。やっぱ数学かな。そうね、みんなね、嫌いやしね。そう、あの、何だっけ、連立と関数がダメやもん。だから連立関数大好き。グラフね、そう、グラフね、どっちがね、どっちかわからんじゃん。あ、グラフは、あの、上に一つ、下に一つとか。あー、覚えてない。やろ。ちょっとよくわからん。難しいもん、グラフは。そう、ということでね。皆さん、琴乃ちゃんのね、好きな食べ物とか、なんか好きな克服した教科とか分かりましたか？ね、まだね、本当は知りたかったですね。知りたかったですね。そうね、またしよう。第3弾がいつかできればね、ね、また、うん、はい、はい、じゃあ、なんていう名前かいな、このクイズ大会。ラビッツのこと、ラビッツ、琴乃ちゃんのことをどれだけ知ってるかクイズみたいな。そうね、今決めたを終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん覚えとってくださいね、琴乃ちゃんの好きな食べ物とか。そうね、ちょ、急ごえ。そうね、じゃあ次の曲いきたいと思います。
2曲続けて聴いてください。どうぞ。ねえ満島で恋をしましょうね。いつこの街は忘れていた感情をついているよ。 Look up, it's for 忘れていた
せて包んでくれる投票をぜひぜひお願いします。グルメグランプリのね、でね、糸島市民祭りも5月30日と10月1日2日間とも本当にすっごくね楽しいお祭りなんで、皆さんぜひ遊びに来てください。私たちラビッツはこれからもいろいろなイベントに出演して糸島のことをもっともっと PR していきたいと思っています。今後とも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。